はい、本日はですね、僕はパーカーを作りましたので、そちらのご紹介させていただきたいなというふうに思います。ということでね、こちらブラックとグレーがあって、まあグレーはね、僕も今着てるんですけども、なんでお前パーカー作ったんだ、そもそもなんでお前パーカー作ったんっていうことやと思うんですね。はいはいはい、なるほど、そうですよねと。で、僕はね、パーカーはね、いいなと思うパーカーって結構世の中にあるんですよ。で、まあいいなってちょっと偉そうですけどね、いいなと思うパーカーがあって、ええのはええんやけども、ただね、こう釣り網機っていうね、あ、幹で編んでるやつって、こう柔らかくてこう頑丈みたいなやつ、以前ループイラーの動画で見たんですけど、それでもう世界一分厚いの欲しいなと思ったんですよ。でね、やっぱ探しました。いろいろネットポチポチして探したんやけども、やっぱないんですよね。まあ、なんでないんかというとね、やっぱりコストが高いんですよね。めちゃくちゃ高いということで、まあ、ほんまにもう超高級パーカーですわ、これはね。で、それ以外にもね、やっぱ作る人がね、もう大変なんですよって言われながらね、承認しますよって言いながら、まあ、作ったパーカーになってますので、もうとにかくもう分厚くてふわふわな着心地がいいというところで、まあ、僕がこだわりにこだわって作ったところになってますので、あの後でね、失敗サンプルとかもね、こちらにありますので、あの見ていただこうかなと思ってます。まあこれ自体はね、去年からね作ったやつで、今年新色でブラックを作ったんですけども、まあそんなところでお話しさせていただきたいなと思いますので、本日の流れとしましては、もうこのパーカーの最大の特徴をお話しして、もうその後は次はもうデメリット、そしておすすめの人、そしてサイズ感というところでいきたいんですけども、それ以外にやったらね、まあちょっとね値段も高い、これ36,000円もするんですよ。じゃあ高いということでね、まずちょっと生地をちょっと見たいという方はね、あの生地サンプルもね、あの無料で、あの切った分をねお渡ししようと思ってますし、それ以外にも釣り網機って、お前口でいつも言ってるけども、それ見てみたいねんっていう方もいらっしゃるじゃないですか。どうぞ見てくださいということで、あの僕がね取引させてもらってる和歌山県にある工場があるんですけどね、そこにね、あの条件なし、だから別にあのこれ買うとか買わんとかどっちでもいいし、とにかく洋服が好きっていう方はね、ぜひぜひそれ、あの後半にまたお伝えしますので、あの参加条件なしなんで、来月の後半にありますので来ていただければなと思いますが、まずは、特徴からお話していこうと思います。まあ、こんな感じでね、今回まあグレーとブラックをご用意させていただきました。ブラックですね、ブラックを用意させていただいて、まあ、あの購入していただいた方はご存知かなと思うんですけど、僕からあのメッセージも入れさせていただいておりまして、グレーの方も同様にこんな感じでね入れさせていただいております。でそれをね開封したのがこちら、ズドンとなってるんですけども、もうとにかく特徴としては何っていうと、もうとにかく分厚くしました。でこれがね14オンスって言って、14オンスってどれぐらいですかって言ったらね、まあ、とにかく分厚いんやと、もう分厚すぎてこれ以上分厚くしたら次洗濯乾かへんって言われたんですよ。いやいや、それはあかん、それはあかんって言って、もうギリギリ乾くところにしてくださいって言ったら、もうこの14オンスが仕上がったんですよ。まあね、アップの映像を見ていただいても分厚さって感じるかどうか分からへんけども、まあ、こういう感じの生地感ですわ。そしてグレーもねこんな感じで、まあ、生地がねあのただの色違いになってるので、別に特に何って違いはないんやけども、でまず最初にね仕様書を書くんですよね。どんなパーカー作りたいですかって仕様書書いてね、まあこんなパーカー作りたいですよなんていうことを書いて、そしたらねこうやって生地が送られてくるわけなんですわ。こんな感じで生地が送られてきてね、はいはいはい、じゃあこの生地でいきましょうかなんて言って作っていくんですけども、パーカーなんてお前それ何がちゃうのと、別にそんなもんどこでも作れるやんと思うと思うんですけどね、やっぱりね金具のね色味がちゃうだけで、若干ちゃうだけでえらいちゃうっていうのもあったりするんで、まあいろいろこだわったんですけど、とにかく特徴なんなんて言われたら、もう10オンスのめちゃくちゃヘビーオンスの生地を使ってますと。でこれ以上いくともう乾かへんくなるから、ギリギリこれにしてますと。でね、釣り網機ってお前何言うてるけども、そのまま GU とかユニクロでもいっぱいあるやんっていうことでね、まあ確かにいろんなブランドからあって、それこそチャンピオンとかでもパーカーあると思うんですけども、やっぱりそういうパーカーってね、洗えば洗うだけ硬くなってくるでしょ。あの硬くなってくるのがね、まあいいっていう方もいらっしゃれば、もうちょっとやっぱ柔らかい、大人になったからを柔らかい着心地のがねちょっといいねんっていう方もいらっしゃると思うんですね。僕まさにそれなんですよ。若い頃はねガシガシ硬いのも最高じゃんと思って着たけども、大人になったらねちょっともうちょっと柔らかい方がいいなと思って、まあ作ったんでね、まあ釣り網と普通のパーカーの違いで何っていうと、まあとにかく柔らかさが違うっていうのと、頑丈さ、丈夫さはこっちの方が圧倒的に高いっていうことで、耐久性が倍ぐらい違うのかな。じゃあ次デメリットいきましょう。もうこんなんね、自分の作ったやつをね、あのいいとこばっかり言ってて偉そうに、そんな嘘くさいですやんということなんでね、まあそんな話をしていくんですけども、じゃあデメリットは何なんかというとね、まず一番最初高いですよね。このパーカーで36,000円、え、そんなすんのと、それもうとうとうこれぼったくってませんかと、やっちゃってませんかっていう感じだと思うんですけどもね、これはね自信を持って言わせてもらいますけどね、あの他のブランドが出したらこんなもんじゃないですよと、ほんまに超一流ブランドが使うぐらいの生地使ってるし、超一流ブランドすらも使ってないぐらいの生地なんでね、まあ10万とか超えて全然ありますよと、もう胸を張って言えるんですけども、こんな
ちょびひげ金髪野郎やから3万円台で収まってますよっていうのをね、あの声を大にして言いたいけど、まあ普通に考えたらパーカーで3万って多分バカみたいに高いからね、詐欺ですよねと。怪しい怪しいと思ってたけども、やっぱりお前詐欺師なんやって思われるかもしれないですけど、ちょっと待ってくださいと。これ記事分かってる人からしたらもうとんでもないことしてるんですからっていうことなんですけど、まあとにかく高いと。一般的に見たらまあそれは半額とかね、10分の1とかで買えるパーカーもいっぱい世の中にはあるわけやから、そう考えたらまあ高いのはもちろんそうですよねと。だからちょっと詐欺師認定させてくださいという感じなんですよね。でその次のデメリットとしてはやっぱ乾くのがねちょっと遅いっていうのも、やっぱギリギリ乾くぐらいの分厚さにしてるから、まあ、乾燥機とかね持ってはる方やったらね乾燥機で乾かしていただければいいし、僕とかはねこれもう普通に洗濯機と乾燥機一緒にガーッとやってるからもうすぐ乾いちゃうんですけども、まあ天日干しされてる方とかやったらちょっと冬場乾きづらいっていうのがね、まあ、デメリットであるんかなというふうに思います。特に乾きづらいのフードのとこね、やっぱ肉厚やからなかなか乾きづらいということになっております。で次はじゃあおすすめ人、どんな人がおすすめなんていうと、あの値段で考えるんやったら絶対にこれなしですよね。あのこんな高いバケモンみたいなバカ誰が買うねんって感じなんですけど、これめちゃくちゃ人気あって即完売したんですよ去年ね。あのまあそのことはいいとして、どんな人がおすすめなんかというと、やっぱり柔らかい着心地がいいとか、一回パーカー買ったら長く着たい、ほんまにそれこそ20年30年着れる人とかも全然いてるんですよ、こういう釣り網のパーカーは。でも普通のパーカーってそんなもたへんかったりするから、まあそういう長く着たいとか、あとふわふわなね着心地がいいっていう方はねいいかなと思います。あのレビューとかでもねめちゃくちゃ着心地いいっていう風に書いてもらっててね、工場さんにもね、あのお客さんめっちゃ喜んでくれてますって言ったらね、そりゃそうでしょって言ってね食い気味に怒られて、こんな原価するパーカーどうも作りませんよって言われたんでね、あすんませんって言ってね、あそんな怒られると思ってんけど喜ばそうと思ってね、いや喜んでくれてましたよって言ったらね、ちょっと食い気味に怒られたっていうのがあるぐらい、まあ、とにかく、まあ、世界でもねほんまトップクラスにねあの生地は分厚くしました。だから釣り網でここまで分厚いのは多分なかなかないと思うんですけど、まあ、そういう感じっていうのがおすすめかなと思います。でちなみに僕サイズはね、S サイズじゃなくて L サイズを着てます。で嫁はね S サイズを着用してるんですけども、まあ、女性の方とかやったら S とかでいいんかな。で、まあ、サイズ感的には本当にジャストサイズで、流行り廃りなくずっと長く着てほしいから、まあ、普段ご自身が買ってはるサイズ感っていうんかな、こうユニクロとかで S 買ってたりしたら S かなと思うし、 M 買ってたら M かなと思うんですけども、あの丈とかはねちょっと長めにします。僕仕様やからね、あの僕結構ね袖足りひんって結構あるんですよ、他のブランドとかで買ったりしたらね、それ嫌やから結構長めにはしてるんで、まあ、もしかしたらね長いって思われる方もいらっしゃるかもしれんけど、まあ、そこはねリブでグッて止めてもらってるんで、まあ、問題ないかなと思いますし、もし仮にサイズが心配やったらサイズ交換も無料で僕やってるんで、やっぱネットやったらねサイズ分からんでしょ。だから実際手元届いてもらって着てもらってちゃうなと思ったら、僕送料も全部持ってるから、あの連絡してきてもらったらね、こいつ詐欺師やからこれほんま送料ぼったくられんちゃうと思うかもしれないんですけども、ご安心ください、送料も着払いでいいですって僕いつも言ってるし、まあ、とにかくねこう満足してねずっと着てほしいから、買って終わりじゃないからね、買って長く着てもらってそれでまあ嬉しいなと思うから、まあ、サイズ交換は全然気軽に言ってきてくださいということになっておりまして、もちろんいつも通り全額返金もやってますので、届いてあなんかちゃうなと思ったらね全額返金してもらってもいいし、それ以外にもね、あの生地サンプルを先にお渡しするってことも全然できるから、こんな生地サンプル誰が持ってんねんと、ほんまに服作るの好きじゃないとこんなこと持ってないと思うんですけど、まあ、こんなんあるんですよね。だからちょっと切ってね郵便で送らせてもらいますので、それ触ってみたいっていう方もね、あの下からどんどん応募してみてください。はい、ではね、工場見学の話したいなと思うんですけどもね、工場に見学したやつおんのと思うかもしれんけど、その釣り網機っていう工場、今世界に和歌山しかないんですよ。で厳密に言うとスイスの博物館に1台だけ飾ってはあるんやけども、もう稼働してるのっていうのは和歌山にしかないんですよ。でそれこそ昔やったらねアメリカとかいろんな国にあって1800年代ぐらいからずっとあったんやけども、もう今は日本にしかないと。で壊れたらおしまい、だからもう風前の灯火なんですよ。だから釣り網機がいつなくなってもおかしくないし、この釣り網機っていう機械はもう後世に残らん可能性も高いんですよね。だからそういうなんかこう儚く消えていくものっていうか、まだ消えてないですよ、まあ、消えてるって言ったら失礼やけど、消えるそうなものっていうのはね男心ちょっとくすぐるじゃないですか。うわなんかそんないいものがなくなっていくのって切ないなと。でまあもしかしてねなくなるかどうかはまだ分からへんけども、一回ちょっと自分の目で見てみたいっていう方がいらっしゃったらね、僕がこのパーカー作っていただいてるところはね和田メリアスっていうところあるんですけども、まあ、そこにね工場長もね許可いいよって言ってもらってね許可出してもらったんで、もう参加条件なしでね、現地集合現地解散でね、まあ僕もいてると思うんですけども、11月の28日日曜日かな、で下の応募フォームから送ってもらったら僕返信しますんで、何時にどこどこ来てくださいって言いますんで、そこから応募してみてください。ほんまね、世界のね、超一流ブランドのね、生地とかも編んだりとかしてるし、まあいろんなね、なかなか世の中では見えへんというか、上位 0.1% とか 1% ぐらいのめちゃくちゃいい生地がね、もうそこら中で回ってるんで、まあちょっとその時日曜日やから、もう1台とか2台とかしか、数台しか回さない予定なんですけど、まあ見たい方がいらっしゃったらね、まあ下からね、応募してみてください。はい、ということでね、まあ最後はね、僕がこの着てる様子、まあブラックとグレーを着てるんですけども、まあ僕はもう L サイズかな。XL
までいったらちょっとダボっとしてね、こう着られてる感があるから、オーバーっていうよりかはなんか着られてる感があると思うし、まあこれ多分見ていただいてる方ってちょっと大人の方やと思うんでね、まあ大人の方が着はるんやったら、まあ適正サイズで着てもらったりしたら、まあ僕も嬉しいなと思うし、あの長くね一緒に着ていってもらえたら嬉しいなと思いますので、ぜひぜひお待ちしておりますということでね、まあまずはね、さっき言ったみたいにちょっと買うのはね高いなと思った方はね、まず生地サンプル送るっていうのも全然送らせてもらうんで、まあ、それももちろん無料ですよ、金取りませんよ、そんなんで、でそんなんも送らせてもらうし、それ触ってあやっぱちゃうなと思ったら全然いいし、あこんな感じなんやと思ったらね、あの興味持ってもらって、まあ、工場来ていただいてもいいし、ちょっと調べてもらってもいいしということでね、まあ、今回お話しさせていただきました。だからまあ僕を通じてね、別にこのパーカー買うとか買わんとかじゃなくてね、まあ、釣り網っていうねすごい技術がね、これからもね日本に残っていってくれたら嬉しいなという思いでね、まあ、微力ながら発信させていただきましたということで、本日はですねオリジナルのパーカーを作ったよという動画になっております。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。